単純なラクトン。左から、アルファ、アセトラクトン、ベータ、プロピオラクトン、ガンマ、ブチロラクトン、デルタ、バレロラクトン、ガンマ、バレロラクトン、イプシロン、カプロラクトン、シクロペンタデカノリドラクトンは、環状エステルのことで、同分子内のヒドロキシ元と、カルボキシ元が、脱水縮合することにより生成する。炭素原子が2個以上。 酸素原子が1個からなる複素肝式化合物で肝を形成する酸素原子に隣接した炭素原子にカルボニル元が置換した構造をとる。五六印肝のラクトン構造はテルペン類などの天然物に多く存在し後期成分やフェロモンなどによく見られる。例えば蛇光臭を持つ光量として著名なエキサルトリドは十六印肝のラクトンである。ラクトンは一般に 戦具体となるカルボン酸分子の名称の末尾に引く、ラクトンを付け、複素間を構成する、炭素数をギリシア文字で表し、それを前に置いて命名する。前に置く、ギリシア文字は、3因間のものは、アルファー、4因間のものは、ベータ、5因間のものは、ガンママイナスのようになる。その他、ラクトンであることを表す末尾には引く、オリドオライドがある。例えば、 ブテノライド、マクロライド、カルデノライド及びブファジエノライドなどがある。12輪間以上の大環状ラクトゴ、マクロライドと総称する。抗菌作用や抗腫瘍作用など強い生理活性を示すものが多く、抗生物質エリスロマイシン、抗真菌ザイアムホテリシン、免疫抑制剤タクロリムスなどが医薬として実用に供されている。合成法は主に、ヒドロキシモトと、 カルボキシルモとを持つ分子の分子内、脱水縮合による、寒化を起こしやすい六6因ラクトンの形成は容易で、相当する、ヒドロキシカルボン酸あるいはそのエステルを三色倍で反応させるだけで、ラクトンが得られることが多い。7因間以上の中、大因ラクトンは、高度希釈法を用いるなど合成に工夫を要し、山口ラクトン化反応や、 シーナ・ラクトン化反応及びオレフィンメタセシスによる方法が近年多く用いられている。水酸化ナトリウム水溶液などで加水分解すると脱水縮合前のヒドロキシカルボン酸に戻る。反応性や気候はラクトンの管の大きさにより変わる。5イン管以上のラクトンの加水分解はカルボニル炭素への多いオンの負荷から始まる。 深脱離気候で立体的な歪みを持つ4人間ラクトンでは、O4 が4位の炭素を攻撃する SN2 気候で進行する。ロート製薬の研究によると、ガンマ、デカラクトンとガンマウンデカラクトンは共に若い女性特有の体臭を構成し、ガンマ、デカラクトンは20代、ガンマウンデカラクトンは30代で大幅に減少することが明らかになった。マーチ、 S-Advanced Organic Chemistry Reactions Mechanisms and Structure Michael B. Smith Jerry March Wiley InterScience Goose Edition 2001 ISBN 0-471585890ありがとうございます